どうもお疲れ様です。今回ですね、暗号通貨ニュースの中でもちょっと警戒しなければならない、そんな事態がやってまいりました。まあ、二点三したバイナンスジャパン。そうですね。中国資本のバイナンスがついに日本法人を立ち上げるということです。これはね、いつもいつも私は金融庁とかね、財務省の、どちらかというと、うん、敵側の意見と言いますかね、ああいうところを敵視するような放送ばかりしてるんですけども、今回ばかりは、 財務省とね、金融庁、本当によく抵抗してくれたなと思うんですよ。というのが、バイナンスが日本法人立ち上げるのは非常に危険なんですよね。バイナンスは、まあご存知のように中国共産党がバックについてますんで、いわゆるね、個人情報なり資産の全てを握られてしまうのと、あとバイナンスがね、うんまあ、 国家なんとか法っていうのを背景に資産を凍結する恐れがあるんですようん私はそういうふうに思ってるんでバイナンスの存在をずっとアカウントも作らずに、まあ、遠巻きに見ていたんですね、まあ、バイナンスを使わなくても他のうん、まあ、マイナーなサービスで信用できるところが結構ありますんでねそちらの方が私はいいんじゃないかなと思ってます、えー、ただまあ今回バイナンス2023年6月をめどにサービス開始ということなんでもうこれ法人化は止まらないんでしょう でおそらく財務省なり金融庁の誰かが何て言いますかね、えー、ちょっとお金を握らされてここの許可をもぎ取っていったってのが本当のとこじゃないかなと思いますけどもちょっと考えすぎかもしれません、えー、以上のようなことはね私の想像力豊かな勝手な発想ですけどもん穴んあながち当たってないとも言えないんじゃないかなと思ってます皆さんどう思われますかちょっと記事の方を読んでみましょう今年6月より開始。 えー、桜エクスチェンジビットコインは28日新規サービスバイナンスジャパンを23年6月以降に開始予定であることを発表した。うーん。まあ、資金の流動性ってのはこれによってかなり広がっていくんで暗号通貨業界盛り上がってくれるんじゃないかなと思いますけども、まあ万が一ね、バイナンス一本足打法で巨大な資産をここに眠らせていた方は、 ちょっと今後はね気をつけた方がいいのかなっていうのとマイナンバーカードを日本の政府に握られることを恐れるよりもバイナンスなどにアカウントを作る方の方が危険なんじゃないかなと思うんですけどどうですかねで SBC の口座開設時に登録した個人情報は引き継がれず改めて KYC を行う必要がある、うん、これですよ KYC ってやつねこれが大体くせ物なんですよまああの分かる方は分かると思いますけどね でバイナンスは世界最大手の暗号資産仮想通貨の取引所とこれは言うまでもないですよねで SEBC は22年11月に関連企業バイナンス AP への全株譲渡と新型体制移行することを発表していたということあまり知られていませんけどこれはねいや皆さんねご自身の資産管理を本当にご用心ください、えー、それでは今回は以上です